世界政府教室10周年ラジオ。いやー、ついにね、この日を迎えることができました。皆さん、早速なんですけどね、ゲストの方をね、呼んでみたいと思います。今回のゲストはこの方です。どうぞ。よいしょ。大丈夫ですか？ちょっと、よし。ああ、よかったよかった。血まみれだったけど、一瞬ちょっとグロいけど大丈夫。あ、今戻った。今戻った、真っ白。すごい。今ね、もう完全体になったから。また撥水がすごいだね。水が入った風船のような感じよ今。よくわかんないですけど、10周年おめでとうございます。あ、おめでとうございます。いやー、素晴らしいですね。まあ、まさかね、本当に10年経つとは思ってませんでしたよ。いや、10年は経つでしょ。どうあがいても10年は経つ。実況取って10年経つみたいなのってさ、ああ結構ないんじゃない？言うと、まあ、そんなに多くはないというか、解散したりとかいろいろあるじゃない。ちゃんとね、お互い活動してるっていう点においては確かに。確かにね。え、どうした？びっくりした。なんか俺の身に何か起きるとそっちにも。あれ、なんでここ、なんでここ連動してんの？あ、なんか変。新しい対象がなんか生まれてきた上から。え、これ誰？普通に怖いんだけど。よくわかんない感じなんです。まあ10周年なんでね、そういうことも起きつつ、うん、まあでもそういうことも起きるから10周年だから、うん、10周年ってすごいね。うん、はい、というわけで結構ね、長く話しましたね。はい、では、ゲストの、はい、おっつき過去チャーリーでした。はい、ありがとうございました。本当に皆さん、はい、この度本当に10周年本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。うん、ね、おっつきさんにはね、はい、ここまでということで、はい、2人はちょっと帰っ、はい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 、すいませんね。はい、帰れる、帰れるかな、上手に。ちょっと狭いんで。頑張れるかな。はい、頑張って。頑張ってね、今ね。はい、ありがとうございました、はい、本当に、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。では、何流れるか分かんないんですけど、お聞きください。さよなら。世界政府教室10周年ラジオ。はい、というわけで、第2回ですね。前回はね、ゲストに、おっちきくんが来てくれたんですけど、今回もね、スペシャルなゲストが来てます。では入っていただきましょう。どうぞ。あ、すごい、すごい良かった今の。まあ私ですよ。いやー、なんと今回も、うん、おっちきさんが来てくれました。はい、よろしくお願いします。本当に思い出がいっぱいありますね、10周年。まあ割とやっぱり、まあ、先週も言った通り、本当に10周年続いてるのはね、珍しいものですから。というわけで、今日もう時間となりました。はい。すごい、ちょうどね、今話し始めたところであるんですけど、ちょっと、うんうん、この番組ね、うん、間の番組なんですよ。うん、というわけでゲストのおっちきさんでした。はい、すいません、ありがとうございました。はい、今週も、はい、さよなら。はい、あれ。あれ、お、大丈夫。あ、もう飛ばされたわ、入り口に。え、何それ。あ、戻ってきた。入れる。大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫。大丈夫、ちょっと狭いからね、ほんとこのスタジオ。ちょっと狭いから、ごめん。はい、すいません、あれ、まあ、ありがとうございました。はい、はい、というわけでゲストのね、おっちきさんでした。ちょっとね、スペシャルなことにね、2週連続来てくれたんですけど、大変ね、駆けつけてくれるタイプの人間ということで、はい、では、ちょっと楽曲何が流れるか分かんないですけど、お聴きください。それでは楽曲に合わせて、さよなら。世界政府教室10周年ラジオ。はい、というわけで、第3回ですね。ちょっと今回もね、スペシャルなゲストをお呼びしました。ゲストの方どうぞ。はい。あれ、誰だ。
今日誰だ。すいません、今週もよろしくお願いします。はい、おっちきです。今日もはい、ありがとうございます。はい、3週連続ですね、スペシャルゲスト。はい、これスポンサーですね。あ、はい、はい、あのこちらのスポンサーがいらっしゃって、あのこれ買ってください。皆さんどうですか、10周年達成してみて。ただ過ぎた時間ってよりは、うん、なんだろう、歩いてきた道の長さというか、うん、何かありますか。まあやっぱ個人的にはやっぱり人生の結構大きなターニングポイントだったなっていうのは思ったかな。まさかのね、ギャリーズモッドがね、確かに人生を変えたゲームの一つではあるね。あ、まあこんなことになってるとは思わなかったからね、普通にね。うん。まあだからあのタイミングであれができたことに関してはすごいなんか誘ってくれてありがとうって感じだし、もう逆に言うとあれをやってなかったらね、もはや今何やってんだよみたいな話だよね。これもスポンサーなんですよ。あ、それもスポンサーなんだ。ベイプって言って。ああ、はいはいはい。ああ、いいじゃん。すごいでしょ、煙の量。あ、これ普通にすごいね。うん、ただ俺の知ってるベイプはこんなに煙が出ない。もう一吸いでこれだからね。一吸いこれで、ね、すごいでしょ。いや、え、29,800 円ぐらいするんだけど、やっぱ満足度がすごい高くてこれ、うん、29,800 円でね。お、やばいやばいやばい、でしょ、これすごいね、うん、うわぁ。なんも見えない。なんも見えない。マジでな、うわ、なんも見えない。外出れないこれ多分。え、これやばいな、これすごいでしょ。知ってる知ってる、うわ、え、どこここ。あなたは死にました。うん、え、10周年のラジオ撮ったのに。はい、煙で死にました。煙で、はい、あのベイプの煙で死んじゃったの。はい、え、一酸化炭素中毒ってこと。いや、煙に当たって衝撃で死にました。あ、煙の衝撃なんだ。はい、あー、なるほど。敏感だったみたいで、まあまあ元々体生まれつきちょっと弱かったところあるから、はい、そういうところあるかもね。ですが安心してください。うん、ここは天国です。すごいね、なんか初めて来たこんなとこ。なかなか2回来る人もいないんでね。あ、まあそうか。はい、意外とモダンなんだね、その。はい、いろんなもんがいて、はい、コンタもいる。寂しくないですね、うん、ここなら。寂しくないね、うん。はい。やば。うん。大丈夫？痛くなかった？ラテン国は痛くないですよ。あー、そっか、痛くないか。はい。ただ向こうの方にね、うん、いろいろ手続きがあるんで。あ、う、あ、ん。あ、はい、そういうのはやるんだ、手続きみたいな。仕事とかもあるんで。え？仕事？はい。仕事やるのか。はい、仕事はあ, るありますよ。なんと仕事やだな。ほぼ現実世界と一緒なんで。え、あ、歩き方特殊だな。とでかいエラーだ。じゃあね。お疲れ。